皆さんこんばんは、100円です。なんか今日音が入んないんであれなんですけども、今ですね、武器が2倍になってまして、でいろいろ試してたんですけど、今回はですね、このモズっていう、まあ、ピストルサブ武器なんですけども、こいつがすごい、まあ、いいよっていうのがいっぱい動画が YouTube にまあ載ってて、で自分も試してみようと思って、で基本的にまあ自分のプレイを分析してみると、やっぱり打ち負けでいつも負けてるんですよね。こういう時にやっぱ負けちゃうんですよ。だからなるべくそのダメージが大きくて、あんまり弾数を当てなくても倒せる武器を使った方がいい結果が出るんじゃないかなっていうことに行き着いたんですよ、結論的に。でこのモズっていうのが、カスタムモッドかなんかで、なんかね、ヘッドショット一発で1キルっていう、まあ、モッドがあるんですよ。でそいつ使ってみようと思って、であんまりヘッドショット上手くないんですけども、もともとの拳銃自体にダメージがものすごい与えられるあれがもうついてるっていうか、まあ、ダメージがすごい高いんで、まあ、いいかなと思って、だいたい3発4発ぐらいで倒せるのかな。でやっぱりね、使いやすいっちゃ使いやすいんですよね。やられてますけど基本的には10以上のキルはこいつで出せます。レーシオも1よりも下がることはそんなにないですね。これ使って多分もう20試合ぐらい、まあ、もっとやってるか。でもこの元ついてからは20試合ぐらいやってるのかな。ただやっぱりメインの武器これを使ってると持っていけないんで、それはちょっときついんですよね。もうこれしか基本的には使ってないですね、持っていくときは。だけどどうせ打ち負けるんだったらもうこれで戦った方がいいような気がするんですよね。あとはどれだけ的確に敵のヘッドショットを狙うか。だって一発なんで、ヘッドショット狙われれば打ち負けるってこともほぼないですよ。こういう時とかはやっぱり自分でも分かってるんですけど、ずっと覗いちゃうんですよ。だから早くそのなんていうの、覗く画面から出て拳銃をこううまくシフトさせてやればいいんですけど、ところでやっぱ負けるよね。全然いいところないんですけど、これからちょっといくつか自分的にはここいいんじゃないかって思うプレーが出てきます。これもなんか全然いいとこないないやーでもあったんですけどね、遠くから撃ってもあんま変わんないっていうのがいいな。これも接近戦だからな、すごい重要だと思いますね。こう FPS やってて全然上達しないなとか倒せないなっていう人は、やっぱ自分に合う武器を見つけるっていうことがすっげえ重要な気がします。かなり変わりますし、ゲームのその面白い面白くないもう評価変わってくると思います。自分に本当に合う武器を見つけることでやっぱ楽しいですよね。だからやっぱり武器とかわからないし、初めて FPS やるとアサルトライフル、ショットガン、は何それみたいな感じだったんだね。自分はいろんな武器を試すのも手ですよね。まあ YouTube 見てたらもうありとあらゆるその武器でプレイをしてる人いっぱいいるんで、そういうのをこう見ながら、あこういう組み合わせもあんのかみたいな。これもう脳汁出ましたね今のところ。そういうのを試すとハマれるような気がします。重要ですよ武器は。やっぱりこれにこれ連チャンしてこう倒せるのとかも気持ちいい、本当にプレイしてて。だから基本的に自分はもうこの拳銃かサブマシンガン、サブマシンガンすごい使いやすいですよね。アサルトライフルとかライトマシンガンがいいって確かにそのゲームを教えてもらってる人たちには言われるんですけど、やっぱりなんかね合わないのよね、あんまり違うような気がするのよね。まあこの試合も全然いいあれじゃないんですけどね。でもプシューンっていう、これが気持ちいい。
あれちょっと試してほしいですね。でやっぱりね、 YouTube でこう動画出してる人は分かってる、何がいいのか。だってこの動画だってすごいいいいいってみんな言ってて、この動画っていうかこの拳銃ね、試したらやっぱ実際そうでしたもんね。分かってよく分かってるよ、ほんと参考になる。これもまたパンチだし、ああびっくりした、味方か今の。あとね、こんな俺が言うのもなんですけど、ステージをやっぱりよく知ることもすごい重要で、やっぱ勝てる、その勝てるというか殺せる割合がステージによって全然自分の場合違うんですよね。このステージはだいたい、なんていうの、こういうところにこういうエリアがあって、こういうとこから敵が出てきてとか把握しやすいからまだスコア悪くないんですけど、あそこなんかね、一箇所すごい苦手なところがあって、名前が出てこないんだけど、まああるんですよね。そういうのがちょっとあれですね、重要、ほんとやり込む必要がある。でここね、もうちょっとであれが、ケアパケ出せるとこだったんですけど、出せなかったんですよ。ほら、あと一発いってたらケアパケだったんですけど、ここでミニマップ見ると両方から来てるんですよね、敵が。正面と後ろからどっち見たらいいのか分かんなくなっちゃって、そしたらこう右にいたんですよ、あいつが。だこの時にヘッドショット最初の敵狙えてたら全く問題なかったんだけど、これ来たよ、ワンショットワンキル、これ気持ちいいよ。これ犬味方が敵なのかよく分かんなくなっちゃって、あ、敵だったんだあれ。とりあえずひたすら逃げてたってパターンですね。犬厄介ですよね、このゲーム。面白いもんで、自分が犬出すとすぐ殺されるくせに敵の犬はすぐ死なないっていうね。これはちょっとね、欲張っちゃったね。しかも弾をリロードしてたら全く問題なかったのに、リロードしてなかったっていう失態を犯してます。この辺からもうあれかな、これじゃん、これか、15の10、うん、これでもう終わりかな。後ろから来てんだけど、正面から、ここで試合終了ですね。はい、という感じでした。この武器は確かに使いやすかった。次回またちょっとサブマシンガンに戻りたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。ピース。